オリンダはブラジルペルナンブーコ州にある都市で大西洋に面している。州とレシフェの北に位置している。人口は2005年現在で約37.7万人。オリンダはブラジル国内の中で最も保存状態の良いコロニアル風の建築物が残されている。町の名前の由来はポルトガル語でリンダである。1982年に ユネスコの世界遺産にオリンダ歴史地区として登録された。もともとブラジルの大西洋北東岸地域には数千年来様々な土着の民族が住んでいたとされる。シーツ族やトゥビ人といった土着の民族の住居の跡が現在のオリンダの丘に残っており、この両民族の間では頻繁に戦争が起こったとされる。最初にオリンダに到達したとされるヨーロッパ人は フランスの商人だとされるが、後に、フランスのライバルであるポルトガルが1537年に、都市の建設を開始した。砂糖産業を中心にオリンダは繁栄したが、デシフェを建設したオランダによって、一旦は破壊された。1654年頃、ポルトガルの手により、再度オランダからオリンダが奪取されると、オリンダの街は、ポルトガル風の建築物が建設されるようになり、蘇った。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。